ドゲームタッグバトル。マジで悔しいっすね。多分ミスはしないと思うんですけど、やっぱりアルティメットトリガーが強すぎましたね。結構しんどかったっすね。すいませんでした。大丈夫よ。いや、絶好表情持てないんだよな。やっぱダイダロスタかな。あそこでダイダロスタなんてくれると、ダイダロスタめっちゃ欲しかった、うん、いやね、じゃあ次に、いや、お前ですね、お前ですね、ちょっと待って、残りがオフィシャルと一色なんで、はい、必然的に、はい、一色の扉、はい、ということになります。僕が一色でいきたいと思います。3回ずつ戦おうねって話をしてた時に、まあ、僕がやっぱり一色縛りだったらこのデッキを使いたいっていうのを、もうデッキ選択の中で最初、一番最初に僕が挙げたデッキがあったので、そのデッキをちょっと、まあ、ほぼ強引に使わせてもらおうと思って、僕が一色行くことになりました。回し方とか連動とかも、まあ、まあ問題ないかなと思いますね。まあ、彼は引き強いんで、やっぱりどんなデッキでも3味動きをしてくれると期待して一色縛りでハクトが使うデッキは、相棒長フィニルと契約した運気役デッキを使用したいと思います。序盤はこのフェニルの自身の効果で、メイン効果で山札の1枚上をオープンして、金運カードだったら回収プラスカウントプラス2という効果があるので、カウントと手札を同時に伸ばしていきたいと思います。そのタイミングで、カウント以下のコストの黄色い主色のスピリットカードをコスト支払わずに召喚できるので、このアルカナビーストクラブパンダであったり、制限カードになってしまったんですけど、このミズアであったりアナザーペンタン、こちらのカードであったり、あとは、まあ、マリキャッツォなどを、このカードを出して一気にカウント6、7、8と上げていき、最終的にフェニックス・プリンセス・フェニー、こちらは契約購入して、アタック受効果で手札のマジックカードを、フラッシュを挟まずにタラテに使用できるので、このサンクティ・ファイドライトというカード、こちらを使用して相手がブロックできない状態プラス相手の手札の黄色を含まないカードを使用できない状態にして1点ずつ切っていきたいと思います。超契約購入で、フェニックス・ゴッテツ・フェニー、金を持つ自分のスピリットがブロックされた時、相手のライフのコアをウィザードに置く。ブロックされなかった時、自分のカウントエリアの総力コア以外のコア1個、この自分のスピリットに置くっていう効果があるので、こちらで、コアを、少ない状態だったんですだった今までの敵だったんですけど、増やしながら、アタックステップ中にも手札からいっぱいスピリットを並べて、相手が、構える以上の打点どんどん削っていきたいと思います。ミザが制限に行っちゃったっていうのがあって、ちょっと不安もあったんですけれども、ミザが試合に出てこなくても十分スピードが出て強いデッキだと思うので、今回このデッキで固く一勝持っていきたいと思います。僕の大好きな可愛いフェニルと一緒に相手が何もできずに5点一気に取りたいと思います。一色のみ使用できるこの部屋で、運契約デッキで挑むハクトを迎え撃つのは、不吉をお届けしよう。エイジス4岩沢俊樹。私は今回持ってきたのは、こちら相棒中ガタルを使った非契約デッキとなっております。こちらももう皆さんおなじみのデッキだと思うんですけれども、まあ、こちらのマッカジーですとか、こちらのバーツですとか、こう低コストの神速スピリットをさっと出して相手のライフをさっと奪い取るという非常にシンプルなデッキになっておりますね。そしてこちらのエルダガタルを使って、もう最後もう直接ライフを狙いに行くと、まあ、今回私が新たに入れたカードこちらですね、グリュンバーム神王シニスターガタル、こちらですね、ついにやってきましたこの裏契約降臨を持ったスピリットなんですけれども、まあもう皆さん裏契約降臨の強さはもう重々承知だと思うんですけれども、このシニスターガタル降臨した時にもうデッキから最大5体のスピリットをノーコストでどんどん召喚していけるので、カウントもじゃんじゃん増えるし、場にはスピリットは増えるし、でさらにもうこの1枚目でもうこのエルダガタルがめくれようものなら、もう残りの4枚目召喚されるごとにどんどんライフが減っていくっていう、もうまさに地獄絵図が展開される裏契約降臨のスピリットだなって思います。何がめくれるかもうワクワクしながらもうめくってやろうかなと思ってますね。このシニスターというのは邪悪とか不吉とかいう意味がある、邪悪なる神王の力を手に入れた新たな非契約の力、見せてやるぜ。では行きましょうか。はい、行きます。オッケー、行こう、背中。お願いします。
よし、いきます。やっぱりまだちょっと緊張残ってるんで、ごめんね、ちょっと一気に緊張を解放してオフィシャルファイナルまでちょっとつなげたいなと思います。確定欲しいっすもんね。そうですね、ここでちょっと気持ちちょっと楽にはい、行きましょう。はい、勝った勢いで波に乗りたい岩沢か、この部屋でファイナルステージ進出を決めたい白斗か、果たして勝負の行方は。それでは参りましょう。ファーストステージ4戦目、一色縛り部屋での対決です。先攻ライナ兄弟白斗さん、後攻エイジス4岩沢俊樹。ゲートオープン、開放。お願いします。お願いします。先攻で、はい、スタートの話しだろう。はい、一色部屋ガタルとフェニールの対決です。いやー、アグロ対決これ大丈夫です。僕たち喋ってる暇ありますかね、はい、うん、そうね。自分で紹介します。はい、自分のメインステップ単2回同盟効果で自分のデッキの上から1枚オープン、それが系統金を持つカードの時、自分はカウントプラス2し手札に加える効果があるので、こちらの下の効果で1枚オープンします。はい、プリンセスフェニールで、プリンセスフェニールカウントプラスにします。もうフィニッシュ当たるカードを早々に引き込んではいますが、相手緑なんですよね。そうですね、フェニールがもし10疲労とかされちゃうと結局フィニッシャーがアタックできないっていう状況になりうるので、相手がガタルということを考えるとちょっと不利対面ですかね。うーん、なるほど。ドロステップ、ドロステップ、うわ、1カストでガタル召喚します。はい、どうぞ。ではメインの神速効果で、あ、いいですね、スパイダークメインで神速召喚しましょうか。はい、どうぞ。まず効果で召喚したので、ガタルの効果でカウントプラス1します。そしてスパイダークの、召喚時効果でボイドからコアイクをトラッシュに置けるんですが、ガタルがいるのでリューザブに置きます。はい、ではアタックステップに、はい、ではスパイダークでアタックします。はい、フラッシュはこちらはないです。こちらもないです。アタック1点でライフに挑戦します。はい、はい、ではガタルの効果で、ターンに1回ヘキライモズミのスピリットの場合バトルの終了時、はい、スイートを手札に戻すので、じゃあスパイダークを手札に戻します。はい、一応ガタルでアタックして BP は最初は負けてますが、もうカウントプラス1すればオーバーカウントになりますが、そうす、ね、さあどうでしょう。スパイダークが再び新速で出てくれば、はい、もう超えていける。ではこれでアタックステップ終了で、ということは手札ちょっときつそうですね。ドロステップ、なるほど。事故ってるっぽい、ちょっと事故ってそうやな。フェニールのメイン効果、ちょっとフェニールを重疲労させることもできなかったですし、はい、対象カードで、カウントプラスフィニッシュに必要なカードが着々と手札で、フェニールにあまり時間かけてはなりませんので逆にハクトさんチャンスか。このまま、アタックステップに入って何もしないでエンドステップ。おっと、こちらもちょっとステップと、ここはステップ、どうでしょう。手札重たいカード、降臨カードなどがリフレッシュステップ並んでるんでしょうか。かもしれないですね。では再び、神速効果でスパイダーク召喚します。出ました。はい、ではまずガタルの効果でカウントプラス1。はい、はい、そして、ガタルがいるのでリザーブにコアを増やします。はい、その新速効果で、ハキリ召喚します。ハキリ、ハキリ、ここもメインで召喚します。召喚ですね、4コストに経験。はい、まずここから、召喚したので、ガタルの効果でカウントプラス1と、召喚時、相手のスピリットアルティメット1体をジェヒロさせます。はい、ジェヒロ、ここでジェヒロ、その後の効果は特にないです。はい、はい、これは強いですね。いいですね、ハキリ XV。 ではコスト2ゲゲンでインクリース使用します。はい、うん、ここで使用しましたか。自分の、手札すべてを破棄して壁雷を持つカードを破棄したとき、うんうん、相手の手札のカード1枚につき、1枚ドローするので2枚を破棄することになるので、はい、マジ2枚か、なるほど、2枚、7枚ドロー強いな。うん、ここはこう判断でしょうか。いや、大きく選択肢を増やしましたね。はい、うわマジか、7枚ドローきつー。ではアタックステップに入ります。はい、はい、ではスパイダークでアタックします。スパイダークから
フラッシュ使います。はい、と関東3以上で、はい、このカンブリグリフォンは強いで、降臨時効果、このターン内で相手のスピリット1体を BP マイナス7戦します、はい、この効果は自分のカウント3につき追加で1回発揮し BP0 になった時敵の処理を回します。はい、2回発揮ですか。で、今カウント4なのでプラス追加で1回発揮できるので対象が、1体目がこちら、はい、で2体目でこちら指定します。はい、で歴史に戻したいです。はい、歴史ターンもなかなか死んでいる。それは魂で残します。はい、お願いします。はい、こちらフラッシュはございません。はい、こちらもないので1点、はいはい、頂戴いたします。はい、はい、ではこれで、アタックステップ終了で回路でたまらます。はい、あと5ターン返した。ここはゼロ魂状態、コニモトのフィニルの効果でオープン効果使います。1番オープン、はい、アルカナクイーンハートのユニット、はい、アルカナクイーンハートのユニット、はい、このタイミングで、なかなか見ないカードです。効果とカウントが増えた時効果があるので、はい、で、カウントが6なので、6以下の、キラのスピリットカードが出せるので、一色部屋ではゼロカウンターあんまり怖くないですか。はい、運送の晩神フラグジャッジメント、フラグジャッジメント、フラグジャッジメントで、このカードスピリットは系統金運運契約通契約を持つので、降臨で、はい、お、ここはここに捨てます。あ、こいつも行く気や。ここ決めてくれ。このままマジで走り切ってくれ。で、コリンジ効果使用したいです。はい、どうぞ。コリンジします。で、デッキの下から4枚ドロー、1枚、2枚、3枚、4枚で、ドローする。その後、自分の手札にある系統金を持つスピリットカードをコストシャラーズに付けだけ召喚できます。まず1枚目はハートのユディト、こちら召喚コリンジで自分のデッキを上から4枚オープンできる。自分のカウント4につき、その中の系統金を持つマジックカード1枚手札に加える。残ったカードはデッキの下に戻すというカードですね。なるほど。はい、並ぶ。濃度的にカウントを増やすカードが並びます。結構重量級のカードたちが並んだ。2枚を召喚します。はい、で、順番に解決したいと思います。はい、こう一気に並ぶあたり、さすがです。シェルの効果解決します。はい、魂状態、コニモトを含む自分の相棒長フェニル3枚までコストシャルに召喚できるので、フェニル召喚します。はい、で、その後順番カウントプラス1します。はい、自分のカウントが増えた時効果、このターンの間系統金を持つ自分のスピリットがアタックしている間、相手は効果でアタックセプト終了できないです。はい、おそらくアタックセプト終了させるカードは入ってないでしょう。次にハートのユナイトの召喚時効果使用します。はい、自分のデッキの上から4枚オープンできる。自分のカウント4につき、その中の系統金を持つマジックカード1枚を手札に加える。残ったカードはデッキの下に戻します。はい、4枚オープン。はい、フェニル、フェニルがここで見えたか。サンクティファイナライト、その中のサンクティファイナライト手札に加えます。はい、残ったカードはこの順番でデッキの下に戻します。はい、アナザーペンダンが1ました。うん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 、で、カムリグリフォンは次回します。はい、次回これでアタックステップになります。はい、開始効果、フェニックスゴッテスフェネル、長剣します。はい、長剣、はい、ソウルコアを回収、うん、アタックに入ります。はい、フラグジャッジメントにアタックします。はい、で、アタック時効果、自分のライフの効果を自分のスピリットに置ける。そうしたとき、次の自分のスタートセカンドで相手のネクサスグランドカネスタスペンダーの効果を発揮されないんですが、これは使わないです。はい、まあ、ネクサスはおそらくないであろうという読みで、ラッシュタイミングで、はい、はい、では、グリーンバーツ見習い魔法使いバーツを新作で召喚します。はい、はい、さあ、これで1体は披露させられる。そうですね、では、召喚時からでお願いします。はい、では召喚時、ここはフェニックスプリンセスフェネルでしょうか。ガタラがいるとき相手のスピリット1体披露させるので、はい、ここはい、そうでしょう、ここはもう選択肢ないですね。そうでしょう。で、じゃあカウント、はい、アタックセプトなのでプラスにします。はい、わかりました。で、フラッシュ、よく返しします。はい、ではフラッシュタイミングで、はい、手札からサンクティファイドライトを使用します。はい、自分のカウントが6以上で、氷元を含む自分の金の契約スピリットがいるので、手札にあるこのカードはコストになります。はい、しかし使用したの で, コストでこれで、はい、このバトルの間がこのアタックステップの間に変更されました。で、相手は手札手元の黄色を含まないカードを使用できません。で、自分のカウント6以上の時、この効果で書かれたこのバトルの間はこのアタックステップの間に変更します。で、このアタックステップの間、相手のスピリット全てはブロックできないのと、黄色を含まないカードを手札から使用できないです。はい、こちらございません。こ
ちらもございますので、はい、1点お願いします。はい、1点じゃあライフで、はい、じゃあヘルト系効果で、はい、フェニックスゴッドセブンの効果でオーバーカウントをポリン中、系統菌を持つ自分のスピリットがブロックされた時、相手のライフの怖い子をリザムブロックされなかった時、自分のカウントエリアの総力以外の怖い子を自分のスピリットに置くので、カウントエリアの怖い子をフェニックスゴッドセブン自身に置きます。はい、ではライフで置きます。はい、カウントエリアからフォアブ疑似コアをするという意味では、ちょっと似た動きをしますね。はい、こちらフラッシュはございません。こちらもフラッシュはないです。はい、黄色らしい、カウントが足りてない。貫通する攻撃方法ですね。はい、何もなければ継続いたします。はい、一色縛りの部屋、黄色を含むカードなんて、岩沢さん持っているはずもなく、このターン中黄色以外が使用できないです。使用できないです。はい、ないです。ないです。1点です。はい、購入してない方のフェニックスをご提出にアタックします。はい、少しはございません。こちらもないです。はい、いただきます。はい、でアタックセブン、継続します。はい、ファルシェルでアタックします。さあ、とどめにございません。ない、ライフでいきます。決まりました。ありがとうございました。ナイス、素晴らしい、ようやった。マジで、うわー、マジか、ようやった。さあ、勝利したのはハクトさんです。はい、おめでとうございます。いかがでしたか。手札がちょっとすごいことになってまして、はい、サンクティファイドライト3枚抱えてる状態になって、なその初手がそのフェニゴッテスフェニルが2枚、プリンセスフェニル2枚、うん、でサンクティも2枚、カムリグリフォンも2枚みたいな、なんかすごい、なんか僕はポーカーしに来たんかなみたいな感じなんですけどなんとかそのカムリグリフォンのおかげでしっかり受け切りながら、はいはい、そのちゃんとソウルカーを置いてくれたスパイダークを残して、相手の購入した時に盤面が1個消えるようにプレイして、うん、しっかりそこで抑制しながら、はい、3ターン目にしっかり綺麗に5点まで決めたので、はい、よかったです。いや、受けの冠グリフォンは見事でしたね。はい、あそこが勝負の分かれ目だったかなと上から見てて思いました。ありがとうございます。はい、さあ続いて負けてしまいましたが、岩沢さんどうでした。はい、まあ、そうですね、やはりこのフェニルのデッキにしてはこう動きがこう遅とか鈍そうな感じだったので、きっと手札が重いのかなって思ってたので、まあ、できればそこでスピードで行きたかったんですけど、こちらもそこの最速で行ける手札がなくて、このまあ7枚ドローできたところは良かったんですけど、うん、まあ、ちょっとそこ先つながらずといった感じで、やっぱ一歩届かなかったなっていう感じでしたね。はい、はい、さあということで、一色縛りはユーザーが勝利したので賞金5万円分のゴールデンカードを獲得です。はい、では岩沢さん、プレートにあるゴールデンカードをユーザーさんに渡してください。こちらおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、この時点でライナ兄弟は20万円に到達したので、ファイナルステージ進出確定です。おめでとうございます。ありがとうございます。ほっとしました。ちょっとまあ、ペニールにしてはちょっとゆっくりだったんですけど、ゆっくりのおかげで逆に綺麗に相手の盤面をさばきながら、サンクティファイルドファイトライトを見つけられたのでよかったです。確定させれたので一安心です。よかったです。ナイスー、よえっと勝ち、素晴らしい、勝ち、素晴らしい。置かせてもらっていいですか。はい、はい、いきます。いやー、一安心、よかった。めちゃくちゃうまかった。ほんまによかった。で、そう、全部ね、運気薬だけ並べたからね。そうやね。どれに乗ってもいけるよって顔。そう。素晴らしい。完璧やだ。素晴らしい。本当に。オフィシャルは、僕が行かせていただきたいと思います。はい。もう何の縛りもなく、好きなデッキが使える。というところで、僕が今この契約編の環境の中で、一番自信を持って使える強い山を持ってきたので、それをまあ僕とハクトやったら、まあ僕の方がよく使っていて連動もあるので、そちらで活かしていただこうと思いました。ヒデヤンが使うデッキは、今回僕がオフィシャルの部屋で使うのはこの紫のムマデッキになります。このムマデッキなんですけど、このグランウォーカーディオニソスというのがグランフィールドで名前に冥府をつくスピリット、すべてのレベル1の維持コアが0になります。冥府を持ったムマのスピリットたちがコアが0の状態で盤面にものすごい数を並べます。序盤はこのドットシーカー、冥府作家ラスカーズだったりとかで山をオープンしてディオニソスを探しに行きます。そしてこのディオニソスを張った後はオーブリオン、このオーブリオンなどでトラッシュに落ちたこちらのクイーンメデュークだったりカバリエレバッカス
といった大型の冥府のスピリットを一気に展開してドローだったりとかそういうのも行います。そしてこのカバリエレバックスがアタック時効果、相手のフィールドのコア3個をリザーブにシュートした後にグラモーカーのコア3個トラッシュに送ることでリザーブのコア5個まで相手のトラッシュに送ります。相手のコアを使わせないように立ち回りながら一気に2点2点と高打点を叩き込むデッキになってます。僕はこのデッキが本当に大好きで、半年間ずっとこのムマデッキを使ってきて、大きい大会で毎回成績を残せるのはこのデッキで、契約編の中でこのデッキが一番やっぱりいろんなデッキにメタを張れて環境的にも強いと思って信じて、本当に愛のあるデッキだと思ってます。このディオニゾスとカバリエレバッカスで僕の今年半年間の全てを相手に叩き込みたいと思います。全てのカードプールからデッキを構築できるこの部屋でヒデヤンを待ち受けるのは今日もよく聞こえる白のガーディアンシュクリ。今回オフィシャルウェアで使う俺の相棒はブリッドです。診断でね追加されているこの強力な裏契約降臨のマーブリックメナスがね新たに登場しまして、高層弾とね早打ち X で、5枚弾をね補充して、しかも多シンボルになるという、新たな攻め方を得たっていうのは非常に強力ですね。しかもソウルコアがねなくても降臨できるので相当多彩な攻め方ができるようになったっていうのは間違いなくブリックのもう明確なパワーアップではあると思います。さらにですよ、今回追加された新カードアブソリュートシューティング、非常に絶妙なカードなんですけど、相手が使ったマジックカードを効果発揮前にこのカードをコストしなくて破棄することで相手の手元に置くと、手元に置くので相手は失ってはいないんですが、コアは払ってる、コストは払ってるのでもう一回打てるのかという状態にしてしまうという、ほぼ同じ動きをできるこの皆さん大好き翼神器グランウォーデン、最近あんまり見なかったなというところの一つの要因がソウルコアがないといけないんですね。当たり前なんですけど降臨をするのでソウルコアが場にないと使えないんですが、この裏契約降臨のマーヴェリックメナスが登場したことでソウルコアをね温存しながらバトルを進めることができるようになったので、グランオーデンも当然強く使いやすくなったということで、かなりもう新規カードが追加されたこと、他のデッキにもね新規カードが追加されたこと、それらの環境を総合的に見た結果デッキ構築が結構変わったのが今回のブリックになります。俺が本当の早打ちってやつを見せてやる。行きましょうか。はい、相手が相手がするか、さあ頑張れ、やります。ちょっと頑張りたいですね。さっきねハクトがめちゃくちゃいい試合見せてくれたんでねそれも含めて答えたいですね。支えとしてやっぱり一番あの兄を信頼してるので勝ち切ってもらって20万円の権利もいただいて合計40万の権利でファイナルに挑みたいと思います。果たしてヒデヤンはハクトの期待を背負いオフィシャルを制することはできるのか。それでは参りましょう。ファーストステージ5戦目オフィシャルルール部屋での対決です。先攻ライナ兄弟ヒデヤンさん、後攻白のガーディアンシュクリ。ゲートオープン、開放、よろしくお願いします。では先行でスタートする、オフィシャル部屋始まりました。シュクリさんブリックの好契約に対して、はい、ライナ兄弟ヒデヨンさんムーマーです。ムーマー、ムーマー久々に見ますね。最近見ないですね。はい、紫の世界から配置、はい、いいスタートですね。じゃんけんに勝って先行を選択されました。ムーマー対好契約か、チレの0配置します。どっちが勝つかちょっと分かんないですね。ちょっと、あんま見たことないマッチングですね。走行紫やっぱり貼っちゃえば突破はまあまあ難しくなるかなとは思いますね。チレの0、3枚オープン。ジャージ1、これも久しぶりに見ました。久しぶりですね。このままアタックセプないのでこのままエンドセプないので、ではこちらまた、はい、ここドロー、
相棒ブライブリックを召喚します。ブリック、ブリックアタック速、はい、ブリックでアタックします。アタク効果でしますので、カウントプラスにして、相談にします。はい、はい、何が入ったんだ。でアタックしました。どんどん弾を込めていく、はい、では紫の世界の効果で1個アトラッシュでお願いします。いきます。でこちらフラッシュはないです。こちらもないです。では1点いただきます。炎症時は1点です。はい、弾終了へ。ではスタート。ここでヘッドのセーブ1コスで、ゴトシイカ、ブドウリュウ、ナタラージャを召喚します。ナタラージャ、はい、で、まず召喚したんで紫のスピリット召喚したんで単に1回のコアチャージを行います。はい、で召喚時効果使います。こちらはシバを引っ張ってくれるカードですね。カード名グランオーカーシバ1枚と系統アマト化身サーガを持つ紫のカード1枚を手札に加え、残ったカードはスキャン順番でデッキの上下に戻します。はい、では3枚1枚2枚3枚リオニゾス、あら、クイーンメデューク考えます。オッケーオッケーオッケー、クイーンメデューク手札に加えます。ここはクイーンメデュークにしましたか。残りは、この順番でデッキの上に戻します。デッキトップに上か下に、はい、上か下に戻すので上に戻します。なるほど、トップがディオニソス、はい、オッケー、完璧完璧、まだいけてるよ、全然耐えてる。これは2軽減1コスト、ムトゥードラゴンを召喚します。なんか懐かしいな、ムトゥードラゴン、手札1枚を裏向きで置くのと、グランオーカーネクサスの自分の手札1枚を裏向きで手札に置くことで自分のデッキは1枚で移動する。でさらに自分の紫一色のグランオーカーネクサスのコア1個を覚えておくことで自分のデッキから1枚で移動するので、裏向きに1枚と1個は覚えで送って苔で2枚で移動します。先ほどデッキトップに戻した2枚のカード、いやテンポいいですね。石軽現地コストでグランオーカーネクサス配置します。同盟カードがないのでコアチャージを行います、はい、では1枚2枚3枚、対象がムガの2枚なのでコアチャージします。すごい、めちゃくちゃ順調ですね。かなりいいですね。手札から、4軽減2コストでエシュド召喚します。はい、ディオニソスのグランフィールドで冥府を持つ自分のスピリットすべてのレベル1コストを0にしているので維持コア0で召喚します。で、コアチャージを行います。はい、で、召喚時効果使います。自分のデッキの上から3枚吐きに行きます。その後、自分のトラッシュにある系統ムマを持つカードがあるとき、自分のトラッシュにあるカード名エシゾ以外の紫のカード1枚をカード名に冥府を含んでいるものとして手札に戻します。デッキの上から3枚吐きします。1枚デスアトラッシュ、ああデスアタラクシアがあれば走行を超えられますね。無色化ありますからね。はい、なるほど。おお、もう解消しましたね。相手のスピリットアルティメット1体の子は3個リザーブに置く。さらに自分のトラッシュのカードが6枚以上あるときこのカードを無色として扱う。もう無色ですねこれ。いやーちょっと分かんない、難しくなりましたね。そうですね、しっかり覚えとかないと。これでアタックステップに入ります。はい、ムトゥードラゴンでアタックします。はい、でフラッシュがあれば、フラッシュはないです。こちらもないので1点でアタックでフライフで受ける。はい、ではこのまま何もせずにエンドステップターンエンドで、ここの1点が重要ですかね。はい、あともダブルシンボルでどんどん押していきます。では中心にバレルドラゴンを召喚します。はい、さあバレルドラゴンでなんとか紫の走行バラ枠、うん、召喚時効果自分のカウントをプラス1し、はい、相手のバスケットを破棄する。その後では弾を1枚破棄、はい、でお、これはいいですね。リボルバイターをこのスピリットに置きます。はい、そして、アイボブレブリックの効果で、はい、自分の早打ち破棄された、早打ちを持つカード1枚を手札に加えます。はい、でカウントアップ促進されますね。はい、では10分で乗り越えた、はい、ここはやはり降臨してきましたね。飛行研修ドックを紹介します。はい、シュードックなるほど、奇襲ドック、マジシュードック、あーマジか、あーマジか、なるほど、そっか奇襲ドックか。まあ一度に2枚ドローしたらその効果を発揮した持ち主のスピリットアルティメットネクサス手札すべてデッキの下に戻すという、すごい昔これで勝利を掴んでましたね。では私
5倍でドラゴンでアタックします。はい。で、カウントプラス1。はい。あ、で、1も破棄して、はい。1か。はい。置きます。で、また、ブリックの場合、手に入ります。はい。で、まあ、紫装甲が付与されている状態です。よし、こちらないです。ないです。では、1点もらいます。で、現象時の手札提示考えます。うん、はい。で、スカタラクシャ提示します。はい。手札にあるこのカードは相手によって自分のライフが減った時こそシャワーらずに使用できます。相手のスピリットアルテネット1体の子を3個リザーブに置きます。さらに自分のトラッシュにカードが6枚以上ある時このカードは無色として扱います。トラッシュが6枚以上あるので無色として扱って3個考えます。これはバレードラゴンの子は3個リザーブに送ります。はい。ここは紫の世界転生します。はい。転生。おっと、はい。転生者のカウントプラス1 で、まあ、期限はないのでそのまま講習と対象はなしで、そのままなるほど、期限のカードはありなかったと、はい、でも確かにはい消滅でした、ね、ません消滅です。ではアタックステップ継続して、はい、リボルファイターここは当然いきますね。リボルファイターの効果で、自分のカウントをプラス1し、ボイドからコア1個をこのスピリットに置き、さらに自分のカウントが5以下なので、はい、もう1個カウントを追加します。ブリックと合わせてカウント1にプラス4、ブリックの下の効果で、はい、カウントプラス1にして、相談にします、はい、フラッシュこちらはないです。フラッシュタイミング、はい、リボルファイターの効果、はい、早打ち使用して、この相談を1枚発表することで、おお、マブリックメナスですか。メナスですね。はい、あります。ブリックの方が手札に入ります。はい、お願いします。おっと、これでソウルコア、こちらは使っちゃえば、ないです。なるほど。でもカウント足りてますもんね。ブラケンコリン。ノリ発射。ブラケンコリン。うん。契約降臨、相手のソウルコアを要求、回同盟、自分が相手のソウルコア をトラッシュに置くか、相手のカードをマイナスしたことでソウルコアをトラッシュに置く、契約降臨します。根源回帰するためのコア足りなくなりましたね。はい、消滅待機状態、この事故カード高相談で、自分のデッキの上から5枚になるように裏向きでブリックのところに2、ただ3打点は足りてないですかね。5です、はい、根源回帰 と、系統期限を持つ自分の紫一色のスピリットが相手の効果でフィールドを離れるとき自分が相手の手札1枚のように未来で破棄するという効果があるんですが、どちらから使っていますか。まあ、根源回帰からで払う効果がないのでそのまま1枚、はい、手札を捨てさせて破棄します。はい、はい、では一番こちらですよ、これを、はい、じゃあこれ破棄します。なんだリボルファイター、はい、いやそう、まあもう仕事終わってるでしょ、リボルファイター。こちらのフラッシュはないです。ない。こちらもないですね、はい、やはりないな。ではアタック中で1点でいただきます。手札提示はないです。はい、収録アタックします。はい、フラッシュないです。行きましょう。フラッシュはないです。では1点いただきます。特に選手がない終了まで、はい、はい、スタートステップ。これでデスアトラクシアはちゃんとあったとしてもコストを支払って使うしかなくなりましたね。ドラムチマッテ元からこれ経験1コストでナタラージャ召喚します。で、シデのゼロが対象出たのでターンに1回のコアチャージでございます。はい、で、デッキの上から召喚時で3枚オープンします。はい、1枚シバ、シバ2枚オーブリオン、ダークト、対象がシバとアマトを持つオーブリオンなのでここ2枚を回収して残りをデッキの上か下ので下に送ります。1コストで芝から破壊のグラウンドが芝配置します。で、同盟のカードがないんでコアチャージを行います。はい、1枚カバリエレバックス、その対象が化身のカバリエレバックスなので芝に1コアチャージします。はい、ようやくフィニッシュ当たるカードが見えたんですが、では4軽減2コストでエスを召喚します。ここはやはり結集ゾで回収、はい、召喚したので、アマト紫召喚したので4にソスと島に1個ずつコアチャージします。はい、
召喚時効果で自分のデッキの上から3枚破棄します。はい、1枚、2枚、3枚で。その後、トラッシュにムマがあるので、トラッシュの紫の、カード1枚を冥府扱いとして回収します。はい、デスクラクシャー回収します。はい、ってことはひょっとしてカバリエレバックス手札にありますか？では、紫の軽減の3コストで、こちらオーブリオンだ、レイフガイ同士オーブリオン召喚します。オーブリオンで召喚ですか？じゃあなるほど、トラッシュにはありますか、メイフ、アマド召喚したので4卒と芝にコンチャーで行います。そうですね、オーブリオン手札に入ってましたもんね。召喚時効果使います。自分の手札トラッシュにあるカード名にメイフを含むコスト8以上のスピリットカード3枚までを1コストずつ支払って召喚できます。この効果で召喚したスピリット1体につき自分はデッキから1枚で戻します。なので1体だけですか？うわ、1コストずつ支払って手札のカバリエバックス3枚、うわ3枚召喚、2枚、3枚、お完璧ナイスナイス、バッカス3枚ナイス、1コストずつ支払って合計で3枚、3枚ドローだから奇襲ドックに引っかかるんではないでしょうか？この効果で、3体召喚したので3枚ドロー強制で入るので3枚ドローします。なるほど、かかり1枚、おっすね、これそうっすね、で手札が1枚、一度に2枚以上増えました。で、まあ、一応維持効果がゼロの間このスピリット相手の効果を受けない耐性あります。では先にコアチャージを持って奇襲ドックの効果処理をお願いします。はい、では、お互い効果で一度に2枚以上ドローした時その効果発揮した持ち主のスピリットアルティメットネクサス手札全てをデッキの下に戻します。はい、ということで、効果は起きないのでここと、手札ですよ、手札すべてすごいですね、すごい分かっちゃった分かってて押し通した人初めて見ましたここで決めるつもりで、かっこいい、分かりました、戻す順番をすべて落ちる石が決める、オーブリオンが上になるようにこの状態で下に戻します。はい、さあ見えてる情報だけで相手のライフ4点削り切れるのか、はい、ではこのままアタックステップに入ります。これ決めたらかっこいいですね。そうですね、では代わりエレバックスでアタックします。でアタック時の明解砲さんで、相手のフィールドのコア3個をリザーブに置く、この効果で消滅したスピード1点につき相手のライフのコア1個を、ただカバリエレバッカスのこの攻撃アタック時効果毎回やられると結局ライフ2点減ったその2点もトラッシュに行くので完封してると言っていいんじゃないでしょうか。装甲がついてます、はい、なのでフィールドの子は3個なんで2個でガンズマーブクメナスの効果でコアをリザーブ送ってで1体消滅したので1点リザーブでお願いします。でその後効果で3つトラッシュに置くことで相手のリザーブとか5個までなんで5個指定してそのままトラッシュまでお願いします。はい、トラッシュで、これでアタック時が解決して消滅でお願いします。トラッシュの状態に、はい、で2点アタック中でフラッシュがある、トラッシュはないです、ない、なかった、ない、オッケー、フラッシュこちらもないです、はい、で2点アタック中でそのアタックライフで受ける、はい、では続けます、カバリエレバックスでアタックします。では明解砲の効果使って、リザーブの効果はないんですけど、グランオーカーネクサスからここは3個トラッシュを送ることで相手のフィ、リザーブの方が5個までなんで3個トラッシュでお願いいたします。はい、そうですよね、はい、さあ、リザーブの効果がなくなった、これで完封か、はい、フラッシュありません、ないこちらもないです、ライフでいける、決まりました、ありがとうございました、ありがとうございました、ナイス、ナイス、よかった、心臓に悪いがほんまに、お前マジで1点まで削られてお疲れ様でした。勝利したのはヒデアンさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、
まあ、手札も何もなくなった状態からの勝利ということでいかがでしたか？そうですね、奇襲ドック紫の装甲もあるので、はい、だいぶどけづらいフィールドからちょっと証明させるの難しいなと思ってたんですけど、途中でデスアタラクションを回収できたので、はい、まあ、それで無色化しながら、まあ、一番しんどかったバレルドラゴンを、はい、処理できたので、うん、まあ、そこからはそうですね、耐えてからのカウンターでオーブリオンからバッカス頑張って3体並べて、そうですね、一気にカウンターを仕掛けれたと思っております。いや、さすがです。さあ、シュクリさんいかがでしたか？まあ、どこかというポイントがすごい絞りにくいいいバトルだったと思います。バッカスが3体というのがどうしようもなかったですね。バッカスが3、バッカスが3枚じゃなかったらなって思いながらそうですね、はい、うん。さあ、ということでオフィシャルルーベアユーザーが勝利いたしましたので、賞金20万円分のゴールデンカード獲得です。さあ、シュクリさん、ゴールデンカードをユーザーさんに渡してください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、おめでとうございます。ありがとうございます。次回、僕が行きたいと思います。はい、エクストリームカードはどちらにしますか？今回エクストリームカードは使用しません。エクストリームカードなし。なしです。勝ったら金額出る、負けたらゼロというヒリヒリした状態なので、そんな状態でハンデなしで本気の勝負を挑みたいっていう心から思ったので、今回はなしで挑んでみたいと思いました。ファイナルで僕が使用するデッキは相棒魔教ジャバの敵役した極客デッキを使用します。エクストリームカードなしのガチンコバトルを選択したライナ兄弟、ファイナルステージでハクトを迎え撃つのは。勝率トップの力見せてやるよ。黄色のガーディアン、掛川渚。ヤクト。はい。エクベ初の。え、はい。ファイナルで。はい。エクストリームカード。はい。なし。なし。なるほど。なし。なるほど。同様。使わないパターンもあるんだと思いました。もちろん自由なんですけど。今日私がファイナルに持ってきたのは、ゲンアイボーパルムの原型役デッキです。私もまだ人にお年玉をあげられるほど大人ではないので、今日はこのままお帰りください。果たしてハクトは掛川に勝利し賞金を獲得できるのか。バトルスピリチュアル、皆さん、こんにちは。徳、貯めてますか？バトルスピリチュアルのお時間です。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、はい、今日はこのコーナー、うん、バトルスピリチュアルにどうしても出たいっていうゲストの方がいて、なるほど、その方を呼んでます。お、早速呼んじゃいます。あ、呼んじゃいますか。入ってきてください。はい、来ちゃいました。あら、こんにちは。掛川さん。はい、掛川です。よろしくお願いします。あら、掛川さん、え、はい、バトルスピリチュアル出たかったんですか？もうずっと出たい出たい言ってて、はい、あの秋葉原に、あ、夏ぐらい、夏ですね、夏にイベントがあった時に、はい、バトスピの、あのバトルスピリチュアル、こんなコーナーやってくださいみたいな募集しますっていう紙書くことが、はいはい、ありましたね。はい、あったんですけど、うん、出たい、掛川も出たい、お使い入り大好きって書いときました。ちょっとそういうのやめてもらっていいですか？ちゃんとどういうことやっていいかとかいうのを募集してますので。ダメなんだ。そういうのちょっと。ダメなんです。はい。え、そのバトルスピリチュアル的なことやってるんですか？はい、そのスピリチュアル的に 運気を高めるみたいな。それはもう昨日もおばあちゃん助けました。おばあちゃん助けた。はい、困ってるおばあちゃんを助けました。そういうのね、まあ、ドローに如実に影響を及ぼしますからね。それはありますね。やっぱり大事だと思います。うん、そうですよね。はい、あ、なんですかそれは。あ、ちゃんと使うデッキをイメージしたイメージネイルにして、はい、まあ、ここでその強いカードを引くぞっていうのを呼び込んでます。はいはいはい、あ、ちょっとなんかついてますね。そうです、そうです。パワーストーン的な、あ、いいですよ。す、金色はね、かなり運気が上がりますからね。これはね、誰よりもスピリチュアルしてるかもしれない。素晴らしい。あなたちょっとバトルスピリチュアルに向いてるかもしれない。準、はい、レギュラー目指してます。いいですよ。はい、まあ、そんな掛川さんなんですけど、はい、今日は岩井さんと掛川さんでバトルを
してもらおうかなと。あれ今日バトルするんですか。今日バトルです。今日もやります。あーそっか、ちょっと準備できてないなデッキとかないな、どうしよう。あそれはもう任せてくださいよ。岩井さん結構黄色いデッキ使ってるイメージがあるんですか。はいはい、そうですね、はい、なので今日は岩井さんに使っていただきたいディーバデッキと、はい、私が使いたいアイカツのデッキを2つ組んできました。あ、なるほどね。はい、ここに入ってます。あ、じゃあ持ってきてくれた。はい、持ってきました。いいよ、そういうのやっぱり持ち込み、こっちも評価しますから、はい、やっぱり大事かなって、そうだ、もう分かってますね、はい、影川さん。任せてください、うん、こんだけ出たかったんで。あとなんかね、なんかこう差し入れ的なものがあったら一番よかったんですけど、うん、まだまだですね、その辺はね。うん、影川さん、お願いしますよ、その辺は。なんかディーバ持ってきてくれた理由とかってあるんですか。はい、あ、もうちょっとこれは本編にちょっと文句を言ってしまうんですけども、タッグバトルが始まって、はい、部屋のルールがあるじゃないですか。ありますね、コラボだったり一色だったり、うん、いつか絶対ディーバ限定部屋が来るやろって思ってたんですよ、うん、はあはあ、なのでディーバを使わずに使わずに取っておいた結果、今まだディーバ部屋が来てないので。ディーバ部屋も色限定されますからねかなり狭い部屋になっちゃうかなり。もうそれで使いたいデッキがディーバデッキだけでも増えすぎたので、今日ちょっとここで2デッキ消化したいなと思って。なるほどね、持ってきました。あ、そんな在庫処分みたいな感じやめてくださいよ。ちゃんとお披露目したいなっていう気持ちです。そういうことなんですね、はい、岩井さんに使っていただきたいのはディーバのスクールバンド、うん、はい、ベースとかドラムとか、はいはい、そういうの効果が、そういう名前が入ったデッキを使っていただきたくて、うん、私はアイカツデッキの中でもルミナスっていうチームをメインにしたデッキを持ってきたので、うん、もう今日はそれでボコボコにしてやろうと思います。あの、私ね、うせさんボコボコにしてますからね、言っときますけどね。うん、もう言っときますけど、ガーディアン全員、はい、もう首にするぐらいの勢いでこのコーナーやってます。重いな、はい、じゃあちょっとうせいさんの分まで、うせいさんの負けを取り返すくらいボコボコにしてやろうと思います。あ、じゃあいいっすよ、片一人にしてください、はい、頑張ります。まあまあまあ、相手してやりましょうか、じゃあね。そうですね、行きましょう。私のスピリチュアルを見せつけてあげますよ。こちらもスピリチュアルでお返ししようと思います。いいでしょ、どっちのスピリチュアルが強いのか勝負だ。次回、いよいよバトルです。相手のスピリットアルティメット1体をデッキの下に戻すので、こちらにデッキの下に。いやって言ったわに。竹川さん、まさかのピンチ。続きは来週。機動戦士ガンダムシードシリーズ最新作となる機動戦士ガンダムシードフリーダムがいよいよ今週末1月26日金曜日より公開となります。いやいや、もっと来た、劇場公開。さあ、そしてですよ、バトスピでも機動戦士ガンダムシードフリーダムにフィーチャーした新ブースター、コラボブースターエクストラガンダム運命と自由が2月3日土曜日に発売いたします。おー、来ますね。はい、今回はその中からすでに公開はされているんですが、このブースターのキーカードとなる契約スピリットを改めてご紹介したいと思います。それがこちらです。ライジングフリーダムガンダム。はい、うわー、かっこいい。いやー、かっこいいですね、やっぱり。さあ、まず系統のところを見てください。お、系統コンパスのモビルスーツとなっております。おいおい、機動戦士ガンダムシードフリーダムのストーリーでは、機動戦士ガンダムシードディスティニーから数年後の世界が描かれているそうでして、ラクスクラインを初代総裁とする世界平和監視機構コンパスが創設されており、キラたちはその一員として各地の戦闘に介入しているということです。なので、ライジングフリーダムガンダムはコンパスの所属機体ということですね。そうですね、本当にもう待望の、ね、ガンダムシードの、ね、新作ということで、もうまた世界をね、世界が新たにして、今度オーブじゃなくてね、コンパスというね。そういうことですよね。楽しみが楽しみしょうがないところがあるんですけど、このライジングフリーダムガンダム、もうフリーダムガンダム、あの、ね、最強の機体からのね、新機体ですからね、はい、もう見た目もかっこいい上に、もしかもシールド飛ばしてるし、飛ばしてるし、もう一体これからどんな活躍見せてくれるのか、楽しみでしょうがない、ね、しかもオーブじゃないコンパス、何してくれるんでしょうね。この辺にしておきましょうね。ちょっとあそこ語りすぎて1時間ぐらい語りそうなんでここで止めておきますけども、ありがとうございます。はい、早速効果の方見ていきましょう。まずはアタック時効果で自分のカウントをプラス2撃、自身の BP 以下のスピリットを1体デッキの下に戻すことができます。さらにレベル2からバリアブルフェーズシフト走行コスト5以下を持っており、相手からの除去も受けにくく、ターンに1回ではありますが、このスピリット以外の系統コンパスを持つスピリットが疲労した時に回復することが可能となっております。
それよりこれだけでも強いですね。すごいですね、はい、ライジングフリーダムガンダムで先陣を切り、系統コンパスを持つ他のモビルスーツが続き、再度回復したライジングフリーダムガンダムでアタックするという攻めが強いですよね。あ、これ契約スピリットがこんだけ効果持ってて大丈夫ですか？ちょっとてんこ盛りすぎるかなという気はしますよ ね、 ますね。なんかこれだけで攻めていきそうなスペックですよね。すごい、はい、いやこれ今後どんなカードが系統コンパスを持って登場するか、うん、本当楽しみですね。しくりさん、そういうと思ってましたよ。新カードもね、公開しちゃいましょう。なんや、それがこちらです。イモータルジャスティスガンダムです。出たー、はい、来ましたね。はい、さあこちらは系統コンパスを持つカードに契約降臨可能でして、召喚降臨時でデッキの上から3枚オープンして、その中のイモータルジャスティスガンダム以外のコンパスを持つカードを手札に加えることができるんです。はい、もちろんこちらもレベル2からバリアブルフェイズシフト走行コスト5以下を持っているので、場持ちもよく3コストなので契約降臨せずそのまま召喚してもかなり使い勝手のいい1枚となっております。ライジングフリーダムガンダムと並べてアタックする戦術も有効と言えますよね。さあしくりさん、この2枚のカードどうですか？やっぱりフリーダムときたらジャスティスっていうね、当然の流れね、アイコンみたいなとこありますよ ね、 ね、契約降臨ですからね。もう仮に除去されたとしても、はい、ここからさらにまた乗っかって攻めていける、これめちゃくちゃ楽しそうなデッキですね。ジャスティスガンダムがなんか助けてくれそうな、そんな感じもしません、ね、自分のターン降臨っていうのも強いですし ね、 そうですね、ここから何かを引っ張ってさらにね、どんどんね、もう広がっていくんですよね。いや熱いですね。はい、ありがとうございます。新たなコンパスのデッキが構築できる新ブースター、コラボブースターエクストラガンダム運命と自由は1バック5枚入り税込み330円、2月3日土曜日に発売予定です。そして機動戦士ガンダムシードフリーダムは今週末1月26日金曜日より公開です。皆さんぜひ劇場でご覧ください。